8873人の、あ、間違えた、コーナー名前忘れちゃった。わざとじゃない。イーズム。大丈夫ですか？大丈夫です。8673人の体を通して作り上げた独自のノウハウで、あなたの体を楽々にします。このコーナーでは、体を変えることは簡単、今までと違う切り口でお伝えしていきます。今日のテーマは、足が汚いと体型が乱れるってどういうことです。では松本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、思い切りすっ飛ばしてしまいました。思い切りすっ飛ばしたけど、この今の思い切りすっ飛ばしたことにも、なんかこう、今日のタイトルはあれですね。はい、足が汚い。そうなんですよ、うん、これはですね、うん、お風呂で洗ってないとかそういうことではないんですね。はい、はい、どういうことでしょう。どういうことかというと、足の並びが乱れているってことなんですよ。足の並び、はい、並びでね、あの、うん、これみんな下向きで、あの、夏、うん、Facebook で女性の人がね、私ペディキュアこんな感じとか結構載せてたんですよ。で、僕は、うん、あの、資料採集として Facebook の、 その写真をですね、ピックアップして、さすが、旅立の専門家としても、はい、デザインとかじゃなくて、でも残念なことに、もう足の並びが本当にごめん、残念だけど汚い。前言ってたもんね、はい、足の指の並びでほとんどわかるってね、はい、そうですね、体が、僕はそこに現れるんで、そうなんですよ。そうなんですか、はい、で、よくよく考えてみてください。まず、体の土台って骨盤とかいろいろ言うじゃないですか、うん、でも、唯一の地面との接点って足の裏しかないですよね、うん、っていうことは、そこの土台がずれてれば、そこに積み上がっている骨と筋肉は当然ずれますよね。ずれるよね、はい、だから、例えば、まあ、松本さん肩こりとかないと思うんですけど、うん、肩こりの人の原因が実は足先にあったとかね、そんな話はザラにあるわけです。でも女性の方があれですね、はい、あの、ほら、いろいろヒール履いたり、やっぱりほらデザインに合わせた形に足入れちゃったりするから、そうですね、ね、だからもうね、なんか足先はこう山みたいになってしまいますよね。尖っちゃって、それは先生的にはどうなんでしょうか。まあ、まあ、でもヒールと、ね、うん、ヒールは女性にとってはね、欠かせないおしゃれなんで、まあ、それはそれでしょうがない部分はあるのかもしれないですけど、うん、ただやっぱ足が痛いとかそういう時は無理をせずに、まあ、ペタ靴とかちょっと幅の広い靴で、そういうのでおしゃれな靴を探してもらいたいですよね。うーん、なるほど、なるほど、そうですね、はい、そうなんです。あ、まだ時間ありますね。もしかして今日のネタは今ので終わっちゃったのかな。ああ、いや、あの、まあ、そうなんですけど、膨らませることはいくらでもできるんで、はい、で、今結構女性の人ってね、外反母趾とかいるじゃないですか、うん、多いですよね、外反母趾、うん、で、外反母趾もね、ひどいと手術っていう風になってしまうんですけど、うん、できるだけ手術はしない方がいいですね。うん、はい、どうしたらいいですか。あれは体の、まあ、最終的にあなたの体こうなってますよっていう現象の表れであるんで、うん、まずは体を整えるっていうところからアプローチですよね。外反母趾整えられるんですか。でですね、外反母趾にアプローチをせずに外反母趾をケアしていくっていう感じですかね。できるんですか。まあ、できるっちゃできますよね。それは、ね、他の人と視点が違うんですよ。他の人は外反母趾だったら親指を、ね、うん、一生懸命何かやろうとするじゃないですか、うん、まあ、そうじゃなくて、それは慣れの果てっていうことを考えて、うんうん、体の他の部分からできるだけ外反母趾の原因を取っていくっていう、そういうやり方ですね。なるほど、やっぱりさすが先生目線ですね。ああ、そうかもしれないですね、はい、僕、あの、営業目線的にはやれるんですかって言うと、やれるって言っちゃうんですけど、ああごめんね。そうですよ、こんな営業マンでね。でも、ズバッと言った方がいいですよね。で、できるんですか。あ、できます。あ、ありがとうございます。それでは、そうですね、はい、流れていきます。はい、じゃあね、そんなね、もう外反母趾もできるんですって。はい、そうなんです。じゃあ、そんなくぼっちからインフォメーションどうぞ。はい、でですね、足の指の写真を僕の Facebook 久保義弘まで写真で送っていただけたら、まあ、僕はですね、簡単にあなたの体の状態を、まあ、判定してですね、それを送り返すっていうプチサービスを、今回このラジオを聞いてる人だけはい、に、まあ、プレゼントというかサービスをさせていただきます。なんでね、
Facebook 久保よしひろまで写真とできればあとメールアドレスもね送っていただけると嬉しいかなと思います。はい、ね、まだまだ聞きたいね体の話なんですけれども、そろそろ時間となってきました。はい、クボッチーズムのコーナーでした。はい、ありがとうございました。